皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのとしです。中学校の理科、今回は体を流れる2つの液体というタイトルでお話をします。この体を流れる2つの液体というのは血液とリンパ液、この2つのことです。まず血液について復習しておきましょう。血液は液体成分の結晶ですね。それから酸素を運ぶ赤血球、病原体を殺す白血球、怪我などをして出血した時に血液を固めてくれる血小板、この4つがありましたね。なおこの血液についてはすでにもう学習動画ね、学校の勉強にすぐ役立つ動画作ってありますので、そちらで確認してください。この血液ね、心臓がドクッドクッドクッと動いて体中に血液を送り出すんですけれど、このリンパ液、もう一つのですね、リンパ液、これを送り出す器官というのはないんです。ではリンパ液というのは何なのかね、話を進めます。リンパ液は血液の結晶、液体成分ですね。これが毛細血管から染み出したもの、これ組織液と言いました。その一部がリンパ管に入って流れているので、これリンパ球が多く含まれています。リンパ球というのは病原体を対峙する細胞で白血球の仲間です。リンパ管は血管と同じように体全体に張り巡らされていて、リンパ液は左右の鎖骨ですね、この部分ですね、この下あたりで静脈に入ってまた血液に戻って流れていきます。じゃあね、血液だけで十分じゃないのって、ね、ここでちょっと思っちゃうんですけれど、いやそんなことはないんですよ。やっぱしこれリンパ液、リンパ管というのは必要なんです。なぜかっていうと、リンパ液というのは大きくて毛細血管に入りきれない物質ね、そういう物質を静脈に届けると、そういう役割をしているんですね。で、特に細胞がエネルギーを作り出すとき、これは細胞呼吸と言いました。この時に出る老廃物、この老廃物は大きくて毛細血管に入りきれないんですね、大きすぎて。ですから毛細血管通れないので、これリンパ管、リンパ管の中のリンパ液によって静脈に運ばれて、ね、血液に戻ってまた流れていくと、このようになっているんですね。ですからね、リンパ管はこのリンパ液を送り出す、ね、器官ないんです。なぜかっつったら血液の組織液が漏れてリンパ液になっているからなんですね。今日はこの血液とリンパ液、この2つについてお話をさせていただきました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。